AKB48!
47人のメンバーで会いに行くアイドルとして活動しています。本日はこの6人で皆さんに会いに来ました。イエーイ。オープニングはハロウィンナイト汚れている真実、エブリデイカチューシャの3曲を続けて聴いていただきました。いよいよハロウィンということで、うん、1曲目はハロウィンナイト。皆さん楽しんでますか？衣装かわいいですか？ということで、では誰か衣装の お話をね。はい。お、ラリー。はい、私の衣装は魔女風なんですけど、あの最初着る前までは蜘蛛の巣かなとか思ったんですけど、魔女でした。はい、可愛いね。大人っぽいね。はい、ありがとう。しかもなんかさ、なかなかこの格好で汚れている真実がないね。ちょっと困ったね。斬新だよね。はい、ということでこの6人の自己紹介をさせてください。はい、じゃあまず私から。人生谷あり川あり人生あり、あなたもあなたもあなたもひじりのことは来たなんて言わせないぞ。はい、秋田県から来ましたひじりんこと谷川ひじり15歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、山形県から来ましたつーちゃんこと早坂つむぎです。よろしくお願いします。イエーイ。栃木といえばニコ。はい、ニコニコ笑顔のひーちゃんこと本田ひとみです。自我のようにフレッシュな15歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日も楽しくエリエリオーで頑張ります。神奈川県から来ました小田えりなです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、でゆるれランリー。一番南の沖縄県から来ました14歳のランリーこと宮里りらです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、みんな私よミルフィーユ。千葉県から来ました吉川七瀬18歳です。七瀬って呼んでください。よろしくお願いします。はい、今回は以上の6人でお送りします。続いて聴いていただく曲は2曲あるんですが、続けて聴いてください。はいはい、まずはこの曲からです。どうぞ。I'm not afraid of the dark.
い、ハロウィンの衣装で夢のルートをやるってやっぱりなんか新鮮だよね。そうだね。なんかボンボンもね、うん、ミスマッチでブリーフダッシュもそれ以上にね独特で、確かになんか、はい、うん、はい、続いて聴いていただく曲はですね、この曲で、この曲の振りでおなじみの曲なんですが、その前にですね、三重県代表のあの方を呼んでみましょう。あの方誰だろう。ひなのー、ひなのー、ひなのー、来たー。かわいい、ひなのー、ひなのー、じゃあひなのー自己紹介をしてください。はい、松阪牛みたいに柔らかで伊勢海老みたいにプリプリ、三重県から来ました野田ひなの12歳の中学1年生です。ひなのって呼んでほしいな。一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。イエーイ、かわいい、かわいいです。フレッシュ、呼んでほしいな、だってかわいい、かわいい、はい、皆さんも私たちに負けないぐらいキレッキレの歌とダンスで負けないように頑張ってやってみてください。はい、それではひなのも加わったということで続いての曲を聴いていただきましょう。はい、続いて聴いていただく曲は恋する充電プリンス、恋するフォーチュクッキー2。皆さん、掛け声する準備はいいですか？いきますよ、せーの。プリウス、プリウス、プリウス、プリウス。誰のことが好きなの？
後に聴いていただく曲はですね、私たちチームエイトの会いに行く活動のテーマソングにもなっているチームエイト初めてのオリジナル曲になります。皆さん言いたいことがあれば大きな声で言っちゃってください。言ってください。はい、それでは聴いてください。47の素敵な街へ。最後の今度11月27日に鈴鹿サーキットで開催されるトヨタ
ターガズーレーシングフェスティバルで行われるんですけど、最後のレースが、はい、それもね、皆さんに見てもらいたいと思うんですけど、今後多分予定とかのメンバーの詳しい情報が出ると思うので、随時公式サイトにてアップされていきます。チェックしてください。じゃあねー、じゃあねー。はい、また AKB48 モバイルサイトではレースの結果を予想する企画が行われています。そのレースの結果を見事的中させた方は、その予選を通過したメンバーのスペシャル待ち受けをプレゼントしています。はい、そして予想が当たった方の中から抽選で予想したメンバーのサイン入りグッズをプレゼントしちゃいます。やったー、嬉しい。はい、まだ登録してないよって方は登録してですね、的中させてほしいですね、本戦に行くメンバーを。そうだね、はい、はい、そうだ、はい。そしてステージに向かって左側にはですね、私たちチームエイトの2周年記念の、コンセプト感も展示されているので、皆さん写真を撮って帰ってくださいね。はい、はい、明日の10時5分からもまたここでライブステージを開催するので、皆さんぜひ来てください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ最後に挨拶したいと思うので、はい、ひなの出てきて。ひなの、はい、ありがとう。はい、それでは最後の挨拶をしましょう。